ありがちズーム。高校生の性欲にありがちなこと。うん、青春だ。ふぅ、すっきりした。賢者タイムだ。にしても、やっぱりグラビアアイドルのちいちこちゃんは可愛いし、いいおかずになるよな。これからもよろしくお願いします。ていうか、ちょっと待てよ。今ので俺何回目だった？結構今日やってるよな。もう覚えてねえや。気づけば一日に何回したのかわからない時がありがち。底なしの性欲。ああ、まったくもう。男ってなんであんなに下ネタが好きなんだろうね。ほんとお子ちゃまだわ。わかるわかる。頭の中もうそれしかないのかよって感じだよね。そうだよ。脳内メーカーしたらきっと頭の中 H って文字ばっかりだよ。いや、脳内メーカーって古いわ、あんた。もっと他に考えることとかないのかね、まったく。それな、お猿さんかよって感じだよね。そうそう、猿に教えたら一生やってるって聞くし。いや、どこ情報よ、それ。まったくもう。にぃ。まあ、そんなことを言っている私も実は頭の中ではめっちゃ考えてるけどね。女子は興味ないふりをして、実は頭の中で悶々としていがち。聞いたか、男子諸君。おい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 、ビッグニュースが舞い込んできたぞ。うわ、なんだよ、ビッグニュース、なんだなんだよ、早く教えてくれよ。誰にも言うんじゃねえぞ、実はな。なんだ。2組の花子と4組の太郎が付き合ってるらしい。ほわ、なに、あの2人が、それは意外な組み合わせだな。そうだろそうだろ。にぃ、その2人もうやったんかな。んなことまで俺が知るか。同級生が付き合ってる情報を聞くと、いたしたのか気になってしまいがち。うんうん、健全な思考だ。ねえねえ、ちょっと聞いてくれる？え、何？どうしたの？実はさ、私昨日、彼氏と初めてしちゃった。さーて心の友よ、その話は本当なのかしら？ちょっと詳しく教えてくれない？え、何？なんでそんなこと聞くの？何？野望なこと聞いてるんじゃないわよ。私も将来そうなった時のためにしっかりと予習しておきたいのよ。わかる？わかる？ああ、わかりました。詳しく話させていただきます。すごいやつ。友達が初体験を迎えると詳細を聞きたくなりがち。うん、これも健全な思考だ。いやー、性欲って本当に恐ろしいもんだよな。いやー、でも中学の時よりは落ち着いたかな。ああ、それ俺もだわ。中学の時ってすごいもんな。そうだよな。中学の頃は24時間ずっと悶々してたけど、今は綺麗なお姉さんを見て興奮するようになった。そうそう、俺も中学の頃は誰から構わず見たら悶々としてたよ。60の教頭先生で興奮した時もあったな。だが今は綺麗なお姉さんを見たら興奮するようになった。うん、健全だよな。そうなのか。俺たち今健全だよな。いや、マジか、こいつマジか。さすがの俺も60の教頭先生では、いや、なかったわ。性欲は強いが、正当な判断がつく性欲になってきていがち。中学ってそこまで見境ないのか？あのさ、こんなこと親友のあんたにしか言えないんだけどさ。何改まっちゃって、どうしたの？初体験はさ、お互いが初めての人同士がいいよね。そう？私は経験してる人がいいな。リードしてほしいっていうか。そっちのタイプ？一緒に探り合ってするのがいいんじゃないの？なんか初々しくて幸せじゃん。私はそういうのめんどくさいかな。大人の男性に引っ張ってってほしいみたいな。ああ、そういうこと？なるほどね。そういう考えもあるわな。これって一応恋バナだよね。恋バナ？恋バナナ？恋バナだよね。高校生になると恋バナではなく下バナになりがち。いや、こういう話の時にバナナは出すな、バナナは。じー。俺、あいつのことマジで好きだな。はっきりとした性格だし、近くで見ると可愛いし、それに意外とお胸が大きいからな。たまに腕とかに当たるし、たまらん。おっと、ダメだダメだ、落ち着け落ち着け。俺のジュニア、今は授業中だぞ。何考えてんだ俺は。そりゃまあ、こんなこと考えてたら俺のジュニアだっておっきっきするわな。このまま授業が終わったら俺の息子が先に起立した状態で起立しなければいけなくなる。早く収まれ。授業中に考えてしまってジュニアが起立してしまいがち。んで、これを隠すために起立した時に前のめりになってしまうという。あるあるだね。あのさ、なんだろう、なんか緊張してるな。俺、お前のことが好きなんだ。俺と付き合ってほしい。いいかな。私でよければお願いします。
マジで？マジでいいの？やった！やった！これからよろしくな！うん、こちらこそよろしく。わあ、告白だった！そしてオーケーしちゃった！付き合っちゃった！あわわわわ、ってことは、うん、今後、この人とあんなことや、こんなことに手を出していくのかもしれないということだよね。あれが実現するということだよね。恥ずかしい！ドキドキ！彼氏や彼女ができると、いつかいたすことで頭がいっぱいになりがち。よし、大人の階段を登っていけ！あら、おかしいわね。母さん、どうしたの？何かあった？いや、最近ね、ティッシュの消費スピードがおかしいのよ。この前買ったばかりなのに、もう在庫がないわ。おかしいわね。この減り方、異常よ。誰が使ってるのかしら？そうなんだ。俺もちょっと気をつけて使うようにするよ。やっべ！最近彼女ができたせいで、一人ですることが増えて、めっちゃティッシュ使ってるなんて、口が裂けても言えないな。勘の鈍い母親でよかったぜ。あんたさ、何かに使ってるの？いや、一体何のことでしょうか？鈍くねえじゃねえか！まずい、この状況をどう切り抜けるか！ティッシュの消費が早いと母親に事情聴取されがち。鼻炎だとか花粉症だとか適当に言ってればいいんだよ。心当たりがありそうね。一体何に使ってるの？どうしたらいいんだ！母さん、そんなのまた買えばいいじゃないか。気にするな。それに俺も最近鼻炎でよく使っているし。あら、そうなの？じゃあまたティッシュ買い出さないとね。ああ、すまないな。嘘。今父さんもしかして俺のことを救ってくれたのか、助けてくれたのか。男同士の友情ってやっぱりいいな。息子よ、今のは貸しだぜ。息子の性事情について父親がフォローしてくれがち。よくわかっているいい親父さんだ。じゃあまた明日学校で。また明日ね。やばい、キスしちゃった。キスよ、キスだよ、キスキスキス。あの唇と唇が触れ合うことで愛が深まる、キスというやつですよ。やばい、どうしよう、次どういう顔で会ったらいいんだろう。っていうか次会ったら何するんだろう。もしかしたらその先のことまでしちゃうかもしれませんよね。キスすると、もう次のステップが待ち遠しくて仕方がないがち。もうこのロマンティックは止まらない。次、いつ会う？そのことなんだけどさ、あさってうちの親出かけてて、夜中まで帰ってこないんだよね。何？大丈夫？いや、大丈夫。俺の何かが爆発したというか、なんというか。はい？何それ？いや、そんなことより。じゃあ、そっちお邪魔しちゃおうかな。おい、親出かけているイコール、もうそれじゃん！もうそういうことするしかないじゃん！ついに！親が出かけてることに、心の底から喜びがち。ついにこの時が来ましたか。じゃあ、また明後日お邪魔するね。待ってるね。よっしゃ、明後日が楽しみすぎる。もう俺の息子は今スタンディングしてるし、そうだ、きっと多分絶対確実にするだろうし、今日からしばらく一人でしないでおこうかな。溜め込んで。いや、ちょっと待て、できるかな、そんなことできるかな。いやでも当日失敗したくないし、絶対に最高のものにしたいしな。頑張るか。するであろう日の前に、禁欲するか究極に迷いがち。これは思春期男子にとってアルティメットセレクトですな。で、多分無理だわ。ダメだ、結局己の欲望に勝てなかった。結局自己発電してしまった。そしていつも以上の数倍の威力の賢者タイム。普通に性欲に負けて禁欲できないがち、賢者タイムに入りがち。これ見たことか。大丈夫だった？痛くなかった？大丈夫、痛くなかったよ。あのさ、何？なんかさ、今日したことでなんかもっと好きになった気がするんだ。私ももっと好きってなった。大好きだよ。私も。何？今の会話のせいで俺の息子にザオリクがかかりました。ザオリク？復活したってこと？その通りです。なのでもう一戦お願いします。いいですけど。もう彼女が可愛すぎて何度も元気になっちゃいがち。幸せですね。
健全な愛を育んでください。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。共感できるところはありましたか？もしかして今真っ只中の方いらっしゃるんじゃないでしょうか？もしよろしければコメントよろしくお願いいたします。もちろん高評価チャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。